どうもー、三浦 TV の三浦です。妖怪ウォッチプニプニで新しいイベントが始まったんでやっていきましょうか。イベント、天地まんじゅう争奪戦。これ俺パッと見た時たこ焼きかなと思ったんだけど、なんでたこ焼きかな、まあ見た目だよね。見た目的にこれ完璧にたこ焼きにしか見えなかったんだけど、まんじゅうですね。今回のイベントはどんなイベントなのかというと、妖怪三国志が発売された頃にもこんな感じのイベントやってたんですけど、3つのチームに分かれてそのまんじゅうの奪い合いをするんですね。そのまんじゅうの数が多かったチームが勝利という、そういうイベントでございます。限定妖怪プニっていう新しい妖怪ガシャで、今回のイベントで特殊能力を持つ妖怪がキリンとオオヤモリとジョロウグモっていう、お前たち今まで出てこなかったのっていう妖怪が今回出てくるんですけど、特殊能力を持ってる妖怪はまあこんな感じですね。さっきと全然関係ないジバニャン S が、まあ、敵妖怪に対してダメージアップ、あとお菓子箱へのダメージアップということで、そのお菓子箱の中からまんじゅうが出てくるんだけど、それが闇キュービーとジョロウグモだとすごくやりやすいっていうね。まあとりあえずやってみましょうかね。ちょっと妖怪ガシャ回していいですかね。ジョロウグモとオオヤモリとあとキリンだよね。あ、オオヤモリってなんだっけな。オオヤモリ、さっき出たオオヤモリは横取り時のヒットポイントアップか。よし、やっていこう。それは誰もが望み手に入れられ、神々伝説かつ至高の宝、チーム対抗天地まんじゅう争奪戦。さあ始まりました、争奪戦のお時間でウィッス。今回はこのお二人からのご依頼です。みんなよくぞ集まってくれた。さらなる平和のためお主らに頼みたいことがある。伝説かつ究極、そして至高の宝、その名も天地まんじゅう。天地まんじゅうなんかあったっけ。天地まんじゅう、あ、そういえばなんか妖怪ウォッチ元祖本家で天地まんじゅうっていうのがちょろっと出てきたような気がする。この宝を3組に分かれ数多く集めてきてほしい。一番多く集めたチームには褒美をやるぜ。マジか、一番多く集めたチームには褒美があるってことか。なんだよ、まんじゅうって言われると気が抜けちゃいますね。あ、怒られた。まんじゅうは甘く見るんじゃない。すごいまんじゅうなんでしょうね。これからはルールでウィス、対戦は数回に分けられていて5回ですね。対戦が終わるごとにチームは解散となるんでウィス。では早速参加するチームを選びましょう。これね、もうね、ジバニャンだとすごく有利だと思う。僕の予想、ジバニャン第一人気、2番人気はコマさん、3番目はコマジロっていうことで、ちょっとジバニャン行こうかな。よし、なんかまんじゅうを多く集めたチームにはなんかいいことがあるということなんだけど、もう圧倒的にジバニャン勝ってんな。さあ、じゃあやっていきましょうじゃないの。あ、ちょっといきなり、いきなり可愛いやつが出てきたな。レベル9だし、おすすめ。ちょっと楽勝そうだね。お、しかもお前、一匹だけかよ。お菓子箱についてご説明しましょうか。聞いておこうか。チーム戦に勝つためにはたくさんのまんじゅうが必要です。まんじゅうが入っている箱がパズル中に落ちてくるんです。箱と隣り合うサイズ5以上のデカプニをたくさん消したり、必殺技を当てるとお菓子箱が開くようです。なるほど、デカプニ含んでる。ああ、なるほどね、わかりやす。これを消すと、あ、一発で開いた。
妖怪プニのサイズが大きいほど早く開けられるようになるよ。あ、そしたらあれじゃん、これもうデカプニ作れる妖怪ヤマタンとか、あとこの覚醒土雲とか、そういうの使っていった方がいいんじゃないの。あ、もしかしたらでもそういうズルはできないかな、どうなんだろう。ちょっと、あー、でっかいの来たよ、超でっかいの来たよ。さあ、さっき言ったことちょっと試してみたいけど、まだちょっとまだ使えないな。必殺技でも開けることで、おお、すげえいいとこ入った。あー、弱すぎる、お前が弱すぎんだよ。いやー、ちょっとね、敵の妖怪が弱すぎてなかなか開けることはできないな。はい、ちゅうことでこんな感じでバシバシやっていこう。はい、ということでやってきました。あれからですね、多分1時間ぐらい時間経ってるんですけど、いよいよボスのところまでやってきました。戦っていきましょう。コマジローじゃん。あんまボスっぽくないね。使う妖怪に関してはデカプニを作る、メンバーでね、もう編成していった方が一番いいんじゃないかなということで、これみんなデカプニですね。一度やってみたかったんだよね、全員デカプニっていう。とりあえずフィーバータイムいきます。フィーバータイムが来るまではちょっと技を使わずに、なんかね、コマジロー弱っちそうだから、なんか一瞬でやっつけてしまいそうな気がするんだよね。さあ、なかなかフィーバータイムに行けない、なかなかフィーバータイム。お、来たー。ということでガンガン出していこう。さあ、どうしましょう、どうしましょう。おっしゃ、来た。ちょっと出しすぎたー、デカプに出しすぎた。あれだね、ちょっと一気に出さない。あー、やっちまったよ。スコアが20万ぐらいか、全然いってないな。まんじゅう、あれ宝珠になってるけど、まんじゅうじゃないのね。宝珠になってるけど、これ妖怪三国志が出た時も同じイベントがやってて、似たようなイベントがやってて、その時は宝珠だったんですけど、これあれでしょ、変えてないでしょ、宝珠じゃないよ、まんじゅうだよ、まんじゅう。あ、ランキング5000位以下になりましたね。っていうことで、この26番ができるようになったんですけど、まあいいかな。このイベントなんですけど、全部で5回あるんだけど、今日はもうこれ以上他の場所に行けないよね。そうだね、多分行けないと思うので、今回はですね、ここでおしまいにしたいなと思います。チャンネル登録の方、よかったらチャンネル登録の方ね、お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。